尺上草は、ツツジ科尺上草属の多年層。葉緑草を不生植物。別名、尺上花。古い新エングラー体系では、一役草科に、クロンキスト体系では、尺上草科に分類されていたが、新しい APG 植物分類体系では、ツツジ科に分類される。植物体全体が、単行褐色。茎の高さは10から20センチメートルになり、 茎には葉が退化した鱗片葉が多数誤生し、上部には合毛が生える。上部の鱗片葉はまばらにつき、下部のものは小型で、やや密につく。臨片用は甲卵形で先は尖る。下期は6から8月。茎の先端に相乗過剰をつけ、4から8個の花を下向きにつける。学片は4から5個あり、長さ1から1.2センチメートルになる。 長楕円形で外面に剛毛が生え、先端に不規則な死がある。花弁は4から5個あり、長さ1.2から1.5センチメートルになる。長楕円形で内外面に長毛が生える。ユーズイは8個あり、脂肪を囲む。花中は、長さ5から6ミリメートルになる。花は最初下向きにつくが次第に上向きになり、果実は上向きになる。果実は、果てで、 径5から6ミリメートルの高大円型になる。和名は前景を層が持つ尺状に見立てたもの。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の林中のやや暗い場所に生育する。世界ではアジア、北、アメリカ、ヨーロッパの温帯に広く分布する。ありがとうございます。